大相撲令和3年3月場所は、2021年3月14日から3月28日までの15日間、東京都墨田区の両国国技館で開催されていた、大相撲本場所である。新型コロナウイルス感染症流行に伴い、先場所の1月場所に続いて、人数制限をかけての開催となった。当初は、例年通り、大阪市の大阪府立体育区会館での開催を、 目指したが、新型コロナウイルス緊急事態宣言の再発令などもあり、力士など関係者の安全に配慮する形で大阪開催を断念し、令和2年7月場所から5場所連続での東京開催となった。なお、3月場所の東京開催は史上初である。この影響で当初国技館で3月14日に、 旗揚げ20周年記念工業を開催する予定だったプロレス団体01が3月場所と重複したため日本相撲協会からの要請を受け開催を中止した NHK 大相撲中継ではこれまでと異なり実況アナウンサーと解説者がマスクを着用するようになった幕内重量赤文字は優勝力士の成績令和3年3月場所は7日目終了時点で 6勝1敗で、関脇、照ノ富士、小結、高安、平幕、千代の国が並んでいた。8日目には、千代の国が敗れ、さらに、照ノ富士と高安の直接対決が組まれ、これに、高安が勝利し、単独トップに立った。10日目には、2敗力士が消え、高安が9勝1敗で、単独トップ。7勝3敗で、照ノ富士、千代の国に加え、 大関、浅野山、平幕、小猿が追う展開となった。しかし、11日目には高安が、不調の大関、正代に敗れ、2敗に交代。同日には、千代の国も敗れ、4敗に交代。12日目には、小猿は明生に敗れ、4敗に交代。13日目には、高安は若隆景に、激戦の末、敗れて3敗に交代。 同日には朝の山が高景勝に敗れて4敗に後退する一方、照ノ富士は正代を圧倒し3敗を守った。この時点で3敗で照ノ富士、高安が並ぶこととなった。14日目には高安は小猿に首ひねりで敗れ4敗目を喫した。照ノ富士は朝の山を破り3敗を死守。優勝争いは3敗の照ノ富士が 単独トップに立ち、4敗で、高傾勝、高安、青山が追う展開となった。先週楽は、高安と青山の対戦が組まれ、青山が叩き込みで高安を破った。照ノ富士と高傾勝の直接対戦は、照ノ富士が土俵際まで追い込まれるものの、逆襲の末、押し出しで高傾勝を破り、4場所ぶり3度目の優勝が決定した。 照ノ富士は三度目の優勝を果たし、直近三場所三役で36勝を挙げ、大関昇進となった。また、関脇以下の地位で三度目の優勝を果たすのは、史上初のことであった。横綱陣は、各竜が場所前の肉離れの影響で初日から休場。場所中に引退を発表した。白鵬は2連勝スタートをするも、膝の怪我の影響で3日目から休場した。 大関陣は、朝の山、高啓章は十勝五敗となるものの、正代は一時期平幕相手に三連敗したことも、響き、千秋楽に負け越し、七勝八敗となり、5月場所を角ド番で迎えることとなる。三勝は、朱君賞に三大関を破り、優勝した照ノ富士。技能賞に追っつけを武器に、二大関を倒し、上位で十勝五敗の好成績を上げた若隆景が、 自身初の3勝受賞。関東賞は上位で活躍した高安と秋尾、そして平幕で星を伸ばした青山が、千秋楽の勝利を条件に受賞対象となった。明生は勝利し、10勝5敗で場所を終え、関東賞を受賞。高安と青山は直接対決となり、青山が勝利し、関東賞を受賞した。ありがとうございます。